はい、というわけで、どうもこんにちは。します。本日なんですけども、こちら現在河口湖に来ております。いやー、河口湖に来てはいいものの、富士山がね今日はあいにくの曇り空というわけで、全くと言っていいほど全然景色が良くないんですが、いやー、こんな日もあるんですね。ちなみに1時間前まではこんな感じで、下吉だからね、かなり綺麗な富士山を見れたんですが、まさかこんな天気になってしまうとはね。で、現在は、大石公園というところに来ております。はい、河口湖の、北側にある場所なんですが、天気が晴れてればね、富士山がこの真正面にあるはずなんですが、今日は残念、あいにくの曇り空というわけでね残念でした。幸先悪いな。で、今回なんですけども、山梨県に来て何をやるかっていうことなんですが、現在ゆるキャンと静岡県がコラボをして、ゆるキャンスタンプラリーというものをねやっております。今回はそっちのね挑戦してみたいと思っております。まあ、なんで山梨県にいるんだよ、静岡県のスタンプラリーじゃねえのかっていう感じなんですが、まあ事情あってね、今日の夜にまた河口湖に来ることがあるので、川口湖スタートでね、今回はやっていきたいと思います。で、今回なんですが、移動手段は、緩くないスタンプラリーには似つかわしくない、こちらの自転車を使ってね、スタンプラリー全部で12個をね制覇してみたいと思います。なかなかね壮大なスタンプラリーなんですが、詳細は動画の中でお楽しみください。ちなみに想定距離は300キロくらいを想定しております。と、日数は1日半をね予定をしておりますが、頑張っていきたいと思います。まず1個目に向かうのは道の駅朝霧高原、こちらをね目指していきたいと思います。では行ってみましょう。しょ、さあ、というわけで、現在西湖を走っております。はい、川口湖を抜けて、西湖に来ております。で、まあ路面状況なんですけども、見た感じ分かる通りね、路肩に雪がまだ積もっている状態が続いております。はい、1週間ほど前にね、関東まで襲った大寒波が来ましてその雪がね、まだ残っている感じなんですが、車が通るアスファルトの上には、雪は積もってないみたいなんで、まあそこはね自転車でも走りやすくありがたいなと思います。まあそれもあってね、アスファルトの上にはね、まあなんか白いつぶつぶみたいなのがついてるんですよ。で、なんだこれっていう感じなんですが、塩化カルシウムが、散りばめられています。あの凍結防止のためにね、こうやって塩化カルシウムを巻いていて、で、それがねタイヤにひっついているといった感じでなっております。で、現在が、朝の8時でございます。7時半に出発しまして、あれから30分くらいが経ってるんですが、1個目の目的地朝霧高原まではあと20キロくらいですね。で、まあ本来だったら8時からね朝霧高原が営業を開始してるんで、まあ8時にチェックインできればいいなと思ったんですが、まあそんな簡単にはいかずねおそらく9時くらいになるだろうという見込みでございます。まあそんなわけでね、頑張っていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、というわけで、山梨県抜けて静岡県入ります。いやー、ははー、いやー、マジできつい。ここまでの道のりは本当に上りがめちゃくちゃ多くて、で、交通量も割と多くて眠くて、そして見えますかね、奥に2度って書いてあるんですけど寒くていやー、本当に過酷。この山梨を抜けるまでがね遠いんで、で、まだこれだけ走ってもスタンプ1個も獲得してないですからねまだ始まってないですからね。時刻は8時55分です。いやー、もう9時回っちゃうな。朝霧高原まではね、あと下りをビャーって行くだけなんで、もう少しかなと思いますか。はい、頑張っていきましょう。行ってみましょう。道の駅朝霧高原着きました。やったー、やっと、やっとだよ。というわけで、今回の、私がやってるスタンプラリーなんですが、ゆるキャン静岡県の富士山世界文化遺産登録10周年記念ゆるキャンスタンプラリー、3月3日までやってますね。本日が2月の10日と
となってますので、まだ期間中でございます。周りの箇所はこんな感じなんですが、こちらは PDF でもダウンロードできます。で、お腹減ったんで天ぷらそばを注文しました。これ食べてね、ちょっとエネルギー源にしたいと思います。そば腹持ちがいいですからねではいただきます。はい、というわけで、朝霧高原なんですが、なんとね、1個目いただきました。よかったやっと始まったよ、この企画がやっと始まりました。あと全部で12個なんで、あと10個ですね。はい、頑張っていきましょう。ゆーくないスタントリーですからね安定の。天ぷらそば食べ終わって、で、さすがの疲れにね、20分くらい仮眠してましたやばい、さすがにぶっ倒れてると思って、で、気づいたら、時刻が朝の9時55分というわけで、次のスポットがね、朝10時からスタンプが獲得できるということなんでね、仮眠がちょうどいい時間だったかもしれないけど、まあまあまあ、行ってみましょう。では、引き続き頑張っていきます。さあ、人穴、富士港遺跡という場所に着きました。はい、スタンプ2つ目の場所ですね。ちょっと行ってみましょうか。お邪魔します。いや、目の前にね、富士山が広がっていいですね。朝霧高原からここまでの道のりは全部下りだったんで、一切ね、ほとんどペダル漕いでないんじゃないかな。もう本当、重力に身を任せて走っていった感じなので、だいぶ楽でした。すごいな、ここ初めて来たどんな場所なんだろう。現在の時間は10時18分。こちらの案内所は、10時からやってるといったことなんで、あそこの施設にあるのかな？ちょっと行ってみましょうか。人穴、富士港遺跡っていうのは、まあ、なんか人穴っていうのは人が掘った穴っていうわけじゃなくて、溶岩洞窟の別名が人穴っていう感じなんですね。で、その中になんか石碑がいっぱいあるということで、こちら世界遺産に認定された富士山の一つ、史跡富士山人穴富士港遺跡となってますね。多分上に行けばね、その石碑がいっぱいあるんでしょうが、今回はちょっと割愛させていただきます。はい、というわけで、無事に、スタンプ2つ目がゲットできました。こんな感じです。いやー、いいですね葵ちゃんですね。葵ちゃんが、スタンプとしてゲットできました。全部で12箇所なんで、多分ちくわとか他のキャラクターも現れると思うんですが、まあどんなキャラクターが現れるかはお楽しみとしましょう。では、人穴富士港遺跡はこの辺りにして、次の場所に行ってみたいと思います。次は白糸の滝ですね。いやー、かなり下るなでは行ってみましょう。